これより会議を開きます。経済産業の基本施策に関する件、並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。この際、お諮りいたします。両件調査のため、本日政府参考人として、内閣官房国際博覧会推進本部事務局実況、長崎聡さん、総務省大臣官防審議官、鈴木清さん、 厚生労働省大臣官房審議官、梶原輝明さん、経済産業省大臣官房、商務サービス審議官、茂木忠さん、経済産業省大臣官房審議官、田中哲也さん、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長、伊掛里勝郎さん、経済産業省商務情報政策局長、野原聡さん、資源エネルギー庁、省エネルギー・新エネルギー部長、 井上宏さん、資源エネルギー庁、電力・ガス事業部長、久米隆さん、中小企業庁、経営支援部長、松浦哲也さん、国土交通省、不動産・建設・経済局次長、川野豊さん、及び環境省、環境再生・資源循環局次長、住倉一郎さんの出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、ご意見ありませんでしょうか。ご意見 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。落合貴之さん。はい。落合さん。立憲民主党の落合貴之でございます。本日は、あの、経済産業分野の中で重要と思われる施策について。取り上げさせていただきます。あの、日本経済の自立的な好循環。これを実現するにあたり、今、あの、経済の。 今ののの状況の中でで私が注目しているはは主につつありますす個人消費ですこれはかつて大臣とも別の委員会でやり取りもさせていただいたこともありますが、景気に明るい兆しが見えたかなというタイミングで、この10年、2回消費税が上げられたということもありました、そしてコロナ禍もありました。 でえー、経済活動がコロナ禍でも抑制されて、えー、個人消費もガクンと落ちてしまったと、でコロナ禍が明けたら、一気に消費に勢いが出るかなと期待をしていたら、今度は物価高で、えー、特に、あのーまあ、大多数の庶民のお財布を直撃してしまって、あのー、買い物をする力が弱まっているというような状況です。で家計調査を見ましても 直近でもですね前年同月比で3月以降、ずっとマイナスになってしまっているのが現状です。これ、個人消費をどうやって手当てするかということは、経済再生には非常に特に今、重要なことだと思います。もう一つは地域経済です。東京を中心に、輸出産業は利益を上げているかもしれません。 まあ実際にあの収益が上が上ってますでしかし、各地域を見ますと、疲弊を残念ながらしてしまっていると、これ、ああ少子高齢化ですとか、人口減少の影響もありますけれども、プラスデジタル化で、ネット通販で、東京の方もあのまあ地方の方も、地元で買い物しないで、ネット通販で、 どんどん買い物してしまうというようなことも、各地域の衰退にあの加を加速させてしまっていると、これ、東京でも商店街が人口がいっぱいいるのにさびれてしまう、あとあ、スーパーさえ撤退して、買い物難民も出てきてしまっているというのが現状だというふうに思います。こういった中で、新しい試みも出てきています。これあの各地域の お商店で、まあ、地元の方々に買い物してもらうために、え地域限定決済のアプリというものがあ少しずつ出てきています、え例えばですね、まあ、東京には特にいっぱいあるんですけれども、私の地元の世田谷区でも、世田谷ペイという QR コード決済があちょっと前から始まっています。でこれあの スーパーでもその端末導入していれば、QR コードがあれば利用できるんですけども、個人商店で買い物した方がポイントが多くたまるというような仕組みになっています。これなので、えー、と人口が多くて、それなりに所得が高い地域ですので、その所得をその地元の個人商店ですとか、小規模事業者に還流させるというような試みをやっているわけでございます。 でまああの人口が多いということもあり、ダウンロード数は30万以上、でかなりアクティブに使っているユーザーは7万人以上いるというような状況で,で、これ、既存のプラットフォーマーを使っているのではなくて、人口規模が大きいということもありまして、商店街連合会がアプリを独自に開発して、 加盟店は手数料を払わなくていいということになっています、なので、補助金を入れるようなそういうお金を、そういうアプリの開発と、それから加盟店手数料に充てるようなところに使っているというようなことです。これはあの1つの自治体でなくても、おまあ、近くの広域,広域で連携して、こういうアプリを作るということも可能であるというふうに思います。で えっと決済額はですね多いときは1か月に30億円以上、直近では8月の数字が出てまして、15億円、決済が行われています、これ、デジタル化のデメリットとして、プラットフォーマーは主に海外の企業ですから、富がどんどん海外に流出してしまうと。 デメリットも私は取りり上げてまいりまいしたこれ、生産性向上のために下手にあのプラットフォーマーに乗っかっちゃうと、どんどん地域の富が海外に流出しちゃうんじゃないかというようなことも取り上げましたが、こうやって今、デジタル化が進んで、アプリの開発も安くできるようになってきたことで、地域限定で地域通貨のようなものを安価に作るようなに、 ななこととができきるようになってきたとしかも、まあ、コロナ禍において、スマホ普及率はかなり上がりました、これ、総務省のデータを見てみると、世帯当たりではもう9割以上、スマホが普及してます、で70代以上もかなり、えー、スマホをもう個人で持っているというような状況です。これはあの日本経済のののの弱点地域でのお金の循環というものも 弱点も克服できる、それからデジタル化の弱点、富が海外に発散して拡散していってしまうということも克服できる、そして中小小規模事業者の生産性向上にもつながるということでかなり有効な手段だというふうに思います。これ経産省がですね地域経済の振興のためにも,も経産省のお金の使い方こういうところにもしっかりと。 施策を打っていくで経産省の各部門に聞いてみますとこのデジタル決済はこの部署で地域経済はこの部署でということでちょうどこの分野は縦割りになってしまっていますこれこそ大臣が力を入れていくべきだと思いますがいかがでしょうか西村経産大臣、えー、お答え申し上げますあの御指摘の世田谷ペイのようなですね 地域独自のキャッシュレス決済サービスについては、従前、地域で発行されていた、まあ、いわゆる商品券的なものをですね、いわばデジタル化するということで、同じ、まあ、近い発想であるというふうに認識をしております。まさに今、あの数字のご指摘ありましたけれども、4400店舗、世田谷区で活用されているということで聞いております。地域経済の活性化につながるものというふうに考えております。 また地域社会においてですね、社会奉仕とか善意の活動によって得られて、地域における商品、サービスとの交換等に利用できる、いわゆるエコマネーのようなものにもですね、地域内の人と人とのつながりを促す効果も期待されているところであります。さらにこれらの機能を組み合わせたようなキャッシュレス決済サービスを独自に実施することも可能でありまして、最近では NFT を活用して、 地域の外に居住する方にもデジタル住民証明を出してです、ね、そして地域支援活動などに応じて、地元の商店街等で使用できるポイントを発行すると、こういった取り組みもあります。まあ、加えて今ご指摘ありましたように、こうした事業はです、ね、海外のいわゆるデジタルプラットフォーマー、メガ企業ではなくて、国内の企業によって提供されるということであります。 そうなれば、その地域の店舗での消費促進、そしてサービス利用量が国内企業の利益にもなるということで、内需の拡大にも貢献しうるものと期待できます。えー、こうして、えー、デジタル化、キャッシュレス化、えー、まさに地域活性化のさまざまな可能性を秘めておりますので、経産省としても積極的に推進をしているところでありますけれどもあの、導入の課題としてですね、この加盟店手数料が高額であるとか、キャッシュレス決済導入のメリットが見えづらい、 などの指摘もあるという,ふうに象徴しております、まあ、経産省においては、このクレジットカードのコスト構造の詳細な分析やコスト低減に向けた取り組みの検討、またメリットの定量化、見える化などを実施してきておりますが、引き続き、この決済手数料の低減が実現されるようにですね、取り組みを進めていきたいと思いますし、店舗への導入メリットの周知など、キャッシュレス決済のさらなる普及に向けた 環境整備を進めててままいいいりりたいとういうふうに考えておりますその上で、今回、省力化投資の支援、5000億円用意をしておりますので、こういうキャッシュレス無人決済などの仕組みもですね、あるいは IT 補助金なども活用できると思いますので、小さな店舗であっても、こうしたことができるような環境をつくっていきたいと思いますし、ご指摘のように、いくつかの分野に分かれておりますので、 今回、省力化投資、そして商店街の活性化、デジタル化ということを合わせてです、ね、一元的にぜひ、こうした取り組みが進むような対応を考えていきたいというふうに思います落合隆之さん、まあ。経産省もキャッシュレスの部門はあります、あと地域経済の部門はまた別にあります、あと小規模事業者、個人事業主に対する部門も別にあります。で世田谷ペイはどうやって あの援助を受けているのかというふうに考えると、総務省があの各自治体に援助をしている中で、おそらく行われているということで、かなり縦割りになってしまっているのが現状だというふうに思います。これはあの日、日本経、まあ産業政策としても、マクロの経済政策としてもかなり有効だと思いますので。 ぜひあの、これ、誰かがリーダーシップを取る必要がありますので、西村大臣、ぜひあのリーダーシップを取るべきだと、経産省こそこういうのをやるべきだというふうに、えー、思いますであの、まあ。理解については、えー、やはりあのどの方々もあのスマホで QR コードを読み取って決済するっていうのは、やったことがないと、まあ、若い人でも、 抵抗感がああるる程度あるといいう,うに思いますただあの、まあ、ポイント目当てでも、やったこ、1回でもやれば、あこれ、こんな簡単にできるのかと、それから昔のようにですね、クレジットカードのこの端末を置くのではなくて、紙で QR コードを見せるだけで、それをスマホで読み取るだけですので、各店舗のこの、 コストは QR コード決済が広まったことで、だいぶ下がっています。ですから、もうあの条件は整ってますので、一気にやるべきだと思いますので、ぜひ看板政策としてあの提,言提案をしたいというふうに思います。えー、では、次ですが、年末ですので、来年度の税制についてですね、与党もそれから野党も、 あの党内でもいろいろな議論をしています。それからいろいろな方々からお話も伺っています。えー、その中でですね、えー、中,中小企業関係でまあ経産省が深く関わる中で、えー、最近あのまあ事業承継税制にこの数年。 あの力が注が注れてままいりましたで今日はあの法人版の事業承継税制について伺えればと思うのですが、今、実行されている時限的な事業承継税制のまあ特例措置、まあ、ある意味、バーを下げて、数年間やってきたわけですが、これは私はです、ね、いろいろな中小企業の方々から話を聞いても、一定程度効果が出てるなと。 いいう,うに思いますそれから、事件的だってことで、もうやるなら今やろうというふうなことで、ある意味、背中を押してるんじゃないかなというふうに思いますが、大臣、この効果については、どのように考えられてますでしょうか西村経産大臣。あの私もあの若いころ、この事業承継税制の設立に関わった、党の方でですね、関わった一人であります。 あの中小企業が事業を継続していく、次の代にしっかりつないでいくために、必要な税制だということで取り組みを進めてきております。あのこの間、これまでの5年間でですね、1万4000件程度の計画の提出がなされております。えー、この税制をはじめとする総合的な取り組みの結果ですね、中小企業の,この事業承継には一定の進展があったものというふうに考えております。えー、まああの他方でこのコロナ禍の中でですね、 えー、なかなかこの事業が厳しいんじゃないかということで、次の代の方が承継、えー、するのを躊躇するような例もありますので、えー、今後、本格的に事業承継の検討を再開するとか、あるいは、えー、もう少し承継決定まで時間がかかるといったような声を頂戴しているところであります。まあ、ここううした声を踏まえてです、ね、この税制が今後も活用されるように 令和5年度末に迫っております、この特例承継計画の提出期限の延長を要望しているところであります、与党税調でも議論が行われておりますので、私ども、しっかりとそれに対応しながら、中小企業の皆さんの声に対応して、スムーズに事業承継がなされるように取り組んでいきたいというふうに考えております落合高之さん、はい。あのまあ、今のお 今決まっている現行の制度ですと、今度の3月末に、もう計画の提出の期限が来てしまいます。で、実行の期限も、今、5年の12月ですから、4年後ですね、4年後に迫っているわけです。これですね、先ほど大臣も言及ありましたが、コロナ禍で、 そもそも去年を振り返ってみますと、いつまでこのコロナの、これが続くのかというのが分からなかったわけで、えー、業界によってはもう、これが例えばこの先、もう何年も続くんだったら、もうこの事業はどうしようかなというように考えてたのが、あ今年になって、もう先がある程度見通せるようになりました、そういった中で、じゃあ、子どもに継がせようですとか、あの有能な若い人に継がせようと。 いうような判断をするし、また新たにし始めているケースがあるわけですので、ぜひあのこれ、前向きに、えー、経産省からもお財務省を説得するべきだというふうに思います。えー、今日は財務省から、えー、瀬戸政務官にお越しいただきました。これはあのかなりあの日本経済全体とのお影影響響としてもです、ね、いい影響がある ものだと思いますが、これ、えー、延長を、まあ、少なく、ある程度の期間ですね、行うべきだと思いますが、いかがですか瀬戸財務大臣政務官、はいえー。お答えさせていただきます。あのー、法人版事業承継税制は、平成30年度税制改正におきまして、えー、中小企業の円滑な世代交代を集中的に促進するため、 10年間の期限を区切って、特例承継計画の提出がなされた事業承継について、承継時の税負担を実質ゼロとする等の抜本的な拡充を行ったところであります。で、この特例承継計画の提出期限が来年3月末とされているところでありますけれども、先般の経済対策において、令和6年度税制改正でその延長等の検討を行う方針が示されております。 がその際にはです、ね、事前に特例承継計画の提出を求めることで、早期かつ計画的な事業承継を促すという制度趣旨や、令和4年度税制改正におきまして、すでに新型コロナウイルス感染症を理由に、令和6年3月末まで1年間延長した経緯を踏まえる必要があると考えております。 いずれにしましても、具体的な対応につきましては、現在、与党税制調査会によって議論がなされているものと承知しておりまして、その結果を踏まえ、適切に対応してまいりたいと考えておりま落合貴之さん。1年延長はしていますが、もう実質的にコロナで3年ぐらいは空白期間が経済活動にもあるわけですので、ぜひまあ2年ですとか3年ですとか、その分ぐらいは、 あしっかり延長するべきだというふうに思いますので、えー、検討を前向きにあのするべきだとあ、まあ、ぜひやるべきだということをお伝えしたいと思います。えー、それからですね、もう一ついろいろと出ているのは、あの手続きの簡素化、まあ、これはどんな制度もそうですけれども、特にこの県に関してはあ、かなり手続きの簡素化についてです、ねあの、意見が出ています。 でこれあの具体的に何の手続きをという話になると、かなりややこしい話になるので、えっと、その具体例は担当者の方にあの紙にして渡しました。でここではです、ね、総論として、この事業承継の特例措置の手続きにおける簡素化は、あのまあ、どうかな、あの図るべきじゃないかなと思いますが、あいかがですか。瀬戸財務務大臣政務官 お答えさせていただきます、この法人版事業承継税制における各種手続きにつきまして、事業実態がない会社に対してです、ね、事業承継税制が適用されることによる租税回避の防止といった観点から、定期的に事業者の方々に各種届出を行っていただき、そしてこれを国税当局において確認させていただいているところであります。 えー、提出のの削減など類似の見直しを行ってはてはきおりますさら、えー、なる手続きの簡素化につきましては、事業成形税制の趣旨や課税の公平性等も踏まえた上で、引き続き検討してまいりたいと思います、はい、落合隆之さん、まああの。確認はもちろんあの重要ですが、あのまあ、簡素化は工夫すればできるところは多々あると思います。特にあの まあ財務省の頭がいい方々が作るルールは、本当にあの意味が理解できないというようなことも多々ありますので、ぜひあのまあ申告する側の立場に立ったあのルールをですねぜひ再検討いただければというふうに思います。これに関しては、導入のときに私も質問に立っているんですが、のそのときに懸念点も私、指摘をしています。 これ、あまりにも第三者に、ですね親族じゃない方々にあの事業を引き継げるようになると、転売目的でハンドとかが、しかも外資に売り払っちゃうですとか、そういう使い方も悪用すればできるというふうに思います、それから雇用要件をおそらく外してると、前よりか緩和しちゃってるというふうに思います。そういういことで まああの、まあ雇用にも、またあの、まあ経済安保上のお、まあ、懸念もお多々あることはありますので、まあそこに注意しながら、あの、まっとうな事業承継はどんどん進めていくという形で、あの、やっていくべきだと思います。またあの、 まあ悪用された件ですとかがありましたら、ここでもあの重大なのものは取り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あと1問だけですね、取り上げさせてもらえればと思います。詳しくは年明けにと思いますが、予算にも GX ですとか GX にどんどんあの予算をつけています。これ、第二次世界大戦後、特にあの冷戦後は、高度な自由貿易をもう前提として、 サプライチェーンをもう世界全体で高度に、複雑に作っていくんだと、それがあの世界全体のためになっていくんだというような産業政策が取られてまいりました、しかし、コロナ禍でいろいろな国がそれぞれ経済活動をストップしていったことで、そのサプライチェーンがあの1箇所が目詰まりしただけで、全体が滞ってしまうというようなことも起きてしまい しお起きましたそれから国際関係が、まあ、今、不安定化、地域紛争などもいや戦争も起きてますし、それからまあ貿易戦争、経済安全保障の強化ということで、これ高度なサプライ、複雑なサプライチェーンを世界全体で作っていくという、今までのこの70年以上やってきたことが、あ うまくいかなくなってきているというのが現状だと思います。そういった中で、重要なものや必要なものは、なるべく自前で作れるように、経済、サプライチェーンを変えていかなきゃいけないと、これ、根本的に産業政策の転換が今、何十年ぶりかに求められている段階だと思います。で、まあ、必要なものの代表格は、食料であり、エネルギーです。で、エネルギーは、 幸い技術が進んできたことで、再エネ、あのどんどん投資をすれば、それがエネルギー自給率の向上ということで、返ってくる段階にだんだんなってきました、もうこういった中で、ですね太陽光パネル、次世代の太陽光パネルと言われている、あの折り曲がるですねペロブスカイト型の太陽光パネル、これは我が国がトップランナーで開発走ってきました。 しかしこれ、人材が引き抜かれたりですとか、特許の数も、ですね単年度で見ると中国や韓国にもう抜かされてしまっていると、累計ではリードしてますが、いずれ抜かされる可能性が高くなってきてしまっています、これは GX のために、ですね重点的にかなり最優先でやる分野だと思いますが、大臣、どのようにあの認識されてますでしょうか。 西村経産大臣ご指摘のように、ペロボスカイト太陽電池ですね、これは軽量で柔軟という特徴がありますので、建物の壁にも貼れるということであります、設置が非常に容易であるということを、す、ま、で、あ、に太陽光、日本では国土面積あたり、あるいは平地面積あたりでも世界トップレベルですので、 もう森林を壊しておく、こういったことはぜひとも避けていきたいと思いますので、このプロブスイ太陽電池、ぜひ進めていきたいと、さらにその原材料が、日本が世界第二の産出量の要素を原材料としておりますので、より強靭な NE 供給構造の実現にもつながるというふうに考えております。ご指摘のように、耐久性、大型化の分野で日本はリードしておりますので、まさにこのリードをしっかりと維持すべくですね、 世界市場をしっかりと取っていくべく、この投資の規模、スピード面、両面でもです、ね、しっかりと支援をしながら、諸外国に先駆けて社会実装していきたいというふうに考えております吉田隆之さん。これはあの他のことにも優先して、最優先で取っていかなきゃいけない分野ですので、改めて取り上げさせていただきます本日はありがとうございます。